どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。さあ始まりました。ありがとうございます、はい、ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。ありがとう。どうしました。シーズン2で始まりました。いいじゃないですか。気合が入っております。ありがとうございます。シーズン2、我々の力で、うん、もう勝ち取りましたから。勝ち取りましたよ。そして記念すべくでもシーズン2見てくれた方はね、はい、特別版見てくれた方分かると思うんですけども、うん、我々の力で勝ち取ったシーズン2のオープニングが、うん、ゴミ箱の前。ありがとうございます。ありがとうございます。ピスタチオウィズゴミ箱ということで、ゴミ箱の前で、まあ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 、今まではね、はい、ちょっとねスタッフさんとのいざこざもあったりしましたけども、はいはい、ちょっとシーズン2やらせてもらえるということで、はい、もう我々文句言いませんよ。こっから仲良くね、仲良くやっていきたいと思いますけどもね、はい、さあこちらの番組はですね、あの我々ピスタチオがですね、あのキコーナさん2店舗に行きまして、ビッグだったら2ポイント、レギュラーだったら1ポイント、はい、で合計で39ポイントを目指す戦いということでございますね、はい、シーズン2から打つ騎士はジャグラーじゃなくてもいいってことですか？ダメです、ダメです、ダメです。もうシーズン2じゃなくなっちゃうから、それだったら別の番組になっちゃうから。シーズン中もジャグラーですか？シーズン中って言ってるじゃん、もうシーズン2でしょ。ジャグラーですか？ジャグラーでございますよ、こちら。当たり前ですよ。わかりました。で今回ちょっとあのポイント変わりましたね。先ほど説明しましたけども、はい、ビッグが2ポイント、レギュラー1ポイントになりましたので、まあね、この生配信の特別回を見てもらった方はわかると思うんですけども、うん、もう僕、うん、ビッグ引けるようになってますから。なるほど、まあ、これが普通ですから。そう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 、うん、もう楽しんでいきましょうよ。ビッグにできるやらせていただけるということでね、はい、いきましょうよ、とりあえず。もう早速いきましょう。じゃあもうここからもう本当にもうマジで勝ちにいきますから、うん、シーズン2は。ちなみにですけど、シーズン2から見てる方は分かんないと思う、我々マジの自腹でやっておりますから。やってます、はい、はい、だから、後半からもうポイント関係なくなっていくという番組でございますよね。そうです、はい、生活かかってますから。生活がかかっております、はい、ということでいきましょう。いきましょう、はい。それでは頑張るよ、ファイト。ちゃんとね、これね消毒して、あ、いいですよ。やっぱちょっと揃っちゃった、揃っちゃった。いやいやいや、揃っちゃった。どういうこと、どういうこと。緊張してるってこと。緊張して揃っちゃった。シーズン2だから緊張してるってことかな。よし、やっぱもう、うん、せっかくだから打とうか、新しいやつね。いや、気が合いますな。やっぱここだもんね。いや、そう、やっぱここなんだよ、我々のね、生配信で、うん、確かに勝ったのがここの。あ、そうだ、そう、だから俺は今日シーズン2一発目、この飛来点ということで、はい、やっぱこの2台なんじゃないかと。確かに、そう、もう決めてたの俺は。確かに、ちゃん確かにしか言ってないよ今。え、確かにそうだなと思って。そうそう、だからこの2台で、そういうのをもうさ、うんうん、信じてた方がいいよね。いや、そうだよ、こことここだったよね。そう、こことここだった。俺はこことここでいいんじゃないかなと思う。じゃあここで、はい、さあということで、はい、始めていきましょうか。いきましょっか。いきましょう。もうこれはもう、うん、生配信の再来ですから。そうね、もういい予感しかしてないから。本当に、いきましょうか。じゃあ、はい、はい、それちょっと待ってください、はい、せーの、ペカ。まあまあまあ、まあね、いつか光らしたい、まあまあ、いつか。伊地知さんも今日は穏やかですね、なんかね。そうよ、そう、うん、だから最近、うん、もうね、こうシーズン2に向けて、はい、ちゃんと、うん、この収録の前、うん、寝るようにしてるんですよ。あら、だから昨日はもう12時前に寝てますから僕。早いね、ずいぶん。ちゃんと、そう、ちゃんと睡眠時間取らない、朝早いからね。まあまあ、そうね、ちゃんと睡眠時間取らないとやっぱりね、うん、誰にも申し訳ないです、やっぱ気持ちが乗らない。確かに、だからじゃあ今まではちょっと甘く見てたのかな。そう、そのジャグラーというものを。そう、だから普段は俺 2、3時とかに寝るのよ。うん、4時とかの時もあるけど、うん、朝方が結構、うん、だけどもう、おら、うお、こういうことよ、こういうこと。すぐじゃん、こう言ってるとか、心身ともりだから、もう
これはこういうことよ。マジでちょっと違うねシーズン2。マジでシーズン2こういうことよ、はい、これでだから、うん、ビッグだったら本当に違う。違うね。これで化けだったら変わってない。一そんな運命一発目でいいの。いいよ。見せますよ。はい、はい、これですよ。こういうことですよ。生まれ変わったんじゃない、じゃあちょっと一発決まりましたんで、はい、行かせてみます、はい、ビキビキビッキーズ。いやビッキーズさん懐かしい。ただこれすごいな。昨日ビッグ10回のバケ1回なんだよ。すげえビッグに寄ってる。すごい台だね。逆に小沢のやつ 2日連続バケが先行してるね。そうなんです。これはまあその全然そのまだそこまでめちゃくちゃ30回とかついてないわけじゃないから、うん、でも2日前は合算で29回ついてるのか、まあうねうん、これ設定5以外は6が先行するからね。あらこの台基本的に確率負けの確率の方が上がるのは設定5だけだから、うん、伊地さんあれですね。はい、お仕事してますね。いやお仕事じゃないね、これあのプライベートだよこれ。これ別にその、うん、この仕事のために情報を仕入れたっていうより、うん、あのプライベートのために情報を仕入れてるだけ。あ、そうなの。プライベートのためだったの。はいはい、そうですそうです。なんか知識的なことも言うようになったなと。そうなんです。さすがですね。もうでも僕はもう今回一発目はもうその知識的。ほら、え、ちょっと大きい声出してすみません、みんなにごめんなさい。絶好調。ちょっと周りから見られてすごいごめんなさいって感じです。いやいや恥ずかしいよ。すみません。いきます。お願いします。いきますよ。ヌンマズ最高。誰がヌンマズ最高。ヌマンズ、え、植竹のギャグ知らない。ヌマ、あの、うん、ヌマズ住みます芸人の、うん、ヌマンズ植竹のヌンマズ最高。知らないですか。ずっとやられてるから。沼津ではもうバケでしたよ。いやいや、もう植竹のせい。植竹、これは植竹のせいよ。植竹シーズン2一発目だからね、ちょっと2人で勝って嬉しく終わりたいね。幸先よくね。まあね、うん、別に最悪別に俺は俺だけ勝てばいいんだけど。なんでそんなこと言うのよ。よくないよ。出てるよまた。出てるよ。究極ね、うん、究極別に俺だけ勝てばって思って、そういうこと言ってるから良くないよっていうのをワンで学んだはずなのにな。くれぐれもちょっと止まったんじゃない。え、止まったんじゃない。小沢さんちょっとハマっちゃってんじゃない。いや、ハマっちゃってるよ。そんなこと言わないで。俺今現実すらすために結構上未来でずっと会話してるんだから。ちょっとしょっぱな揃え、そろそろ300ハマり。やだね、しょっぱな。やだね、300までには。おら、うわ、チェリーすごい。ここでバケが先行するかビッグが先行するかで変わってきますよ。はい、ナイス。シーズン2の私違うよ。違うね。違いますよ私。小田さんいくら？今7000円いってます。8000円目。次8000円目です。まあ1万以内だったらね。そう、そうそう、今だから伊地さんがちょっと勢いあるから。だってね、もう2、3回出ちゃえば、そう、パパッと出ちゃえばビッグ2連でいいわけですから。うん、いいんだから。簡単よ、簡単な話って自分に言い返してるもんね。小田さん今、いやいや、その簡単な話よ。いいな、これ横じゃなくて。え、この横じゃなくていいの。俺はこれだけ削るよ。俺は、はい、おーい、やった。お、300はまんなくてよかったね。268300前に来て。さあシーズン2一発目でございます。ここ大事よ、大事よ。お、いいよ、やってください。一緒に行きます。一緒に行きます。先行きますか。はいはい、バラシー、ありがとうございます。どうぞ、いきます。点滅してほしかったな、点滅。おい、2人して。もうこういうことだよね。ビッグありがとうございました。ありがとうございます。
いいよいいよいいよ。まだまだここから行っちゃうよ。行くよ。オッケー。すみません、同じタイミングで終わりましたね。ありがとうございます。ギジチさん、ポイントはめちゃくちゃ稼いでますね。そう、ビッグ戦後、もうビッグですから私は。ねえ、7ポイント、合計9ポイント。おら、え？ちょっと、ちょっと。ちょっとちょっと。ちょっととっと夏だぜだよ、本当に。あら、え？ちょっととっと夏だぜ。ちょっととっと夏です。おーい！おーい！あらら。なんか自分がビッグ引いてでかい男になってきますよ、なんか自分がビッグになってきます。自分がビッグになってきますよ、すごいなんか。すごいな。すごいよ、これ。これはいいよ。ちょっとマジで一味違うぞ。これはいいよ。100以内に引きたいね、小沢ね。うん。今60でしょ。うん。100回転以内でもう一回ビッグ引いたらいいわけだから。これ100以内に来なかったらちょっとだけへそも曲がっちゃうね。ちょっと考えちゃう。ちょっと考えちゃう。ちょっとこの間奇跡見した台だからな。でもそうだよ、小沢前回はそんな感じだったもんね。そうだから後半バババってきたから。うん。だからこの前回がどうのこうのとか、うん、生配信がどうのこうのって言って、うん、何のこと言ってんだろうと分かんない方はちょっとね、うん、あのキコーナチャンネルのアーカイブで僕らの生配信の激闘が残ってるから。そうなんです。ぜひそれも見てほしいなと。そうなんですよね、いろいろありましたから。シーズン1からやっぱいろんな出来事がありましたからね。そうだね、うん、歴史があるから。うん、このキコーナさんとはぜひ見ていただきたいですけども。おう小沢さん多いよね。うん、びっくりした。なんで小沢そうやって突然揃っちゃうっていう現象が起きるか知ってる？知らない。チェリー狙ってないからですよ、小沢さん。あのチェリー狙ってるとそんな現象起きませんから、絶対に。ごめんね、チェリー狙うと、はい、バー狙うんだよね。そうだよ、そうだよ。やるとごめんなさい、はい、喋れなくなっちゃう集中して、うん、だからあのね、喋ってる時は狙ってるんだけど、うん、多分たまにずれちゃう時がある。なるほどね。ごめんね。そう、黙ってる時はあ、こいつちゃんとやってんだなと思っていただきたい。どっちかしかね。そうそうなんです、ごめんなさい。なんか生放送の思い出とかありますか？生放送の思い出、うん、だから俺がもうね、うん、仲いいと思っていたあのイトピーにしてやられてますから俺は府中店店長に。ちょっとさ、はい、強かったよね、イトピー。強かったよ。しかもさ、うん、バカバカビッグ引くんだもん。そう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 、あの時はあ、じゃあバカバカレギュラー引くのよ。あ、そう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 だそうだ。あの生配信を見てない方は知らないかもしれないですけど、その時はポイント逆だったんですよ。そう、レギュラーが2ポイントでビッグが1ポイントだった、うん、でどっちの方が多くポイント取れるでしょうで、それもこっちに決めさせてくれたんだよね。そう、ポイントもビッグにしますかレギュラーにしますかっていう。てか僕が半ば強制的にそうしたんだよね。そう、そしたらそれがアダになったんだよね。そう伊地知さんがやっぱレギュラー、ミスターレギュラーだから、うん、バケにしようっつってやったら、まさかバカバカビッグ引いてイトピーさんがレギュラーを引くというね。やってくれたよ、イトピーは。やってくれたよね。イトピーさんがすごかったのに、なぜかあの開い店の店長さんが、うん、ちょっと調子乗ってたよねなんでかわかんないんだけど、そういうとこあるから。うん、そういうとこあったよね。そういうとこあるからね、あの人そんな活躍してなかったもんね。全然活躍しないよ全くだよ。いてもいなくても変わんなかったよ、ほとんどほとんど変わんないよ1対2の戦いだったかそれでギリギリ勝つよね。ギリギリ。伊地知さん、さっき言ってましたけど誕生日だったじゃないですか。はい。誕生日はどのようにしたんですか？誕生日はもう今年は外出れませんので、うん、あの家でしっぽりとしっぽりゆっくり一人で家でもうおじいちゃんみたいな誕生日です今年はこれしょうがないよ、これみんな。だって伊地知さんと僕も2人で飲み行ってないもんね、最近ね。ずっと行ってないのよ。え、
なんかいつも行ってるみたいな。え、もうかれこれ 2,3 年行ってないよ。2人で飲みに行ってないから。2人で飲みは行ってないよ。あんだけ行ってたのに。2人でカフェでパンケーキはあるけど、たまにあんだけ行ってたのに。そう、行けてないんだから。あんだけ行ってないんだって、全然。え、昔もほぼ行ったことないんだ。これに関しては俺マジでこの間浜中とな、うん、その同期の浜中ってやつと飲んだ時も小沢も仲いいから言ってたけど、はい、これ本当に小沢だから。何がよ。この件に関してはなんか小沢今自分で言い出したけど、うん、これに関してはね、なんか本当に僕は全然飲みとか飯とか小沢誘うんですよ。でなのに小沢がいや俺いいわ、なんかちょっとコンビで行くの違うみたいな空気で。違う小沢がなんかカッコつけてマジで俺の誘いに乗ってこないです全然。違う、俺とはその飯行かないのに、うん、でも小沢って人と飯行きたがるし寂しがり屋だから。あ、そうだよ。2020年の夏ぐらいに自粛がなくなった期間あったじゃない、うん、あの時に小沢仕事じゃないのに、うん、渋谷の無限大ホールっていう若手の劇場に顔を出して、うん、そしてそこで、まあ、吉本上下関係あるじゃないですか。上下関係が先輩が強いみたいなさ、もう正直あるじゃん吉本って、うんうんうん、でもその代わりご飯をおごるっていうさ、システムが吉本はあるわけじゃん、はいはい、ずっと、うんうん、なんか後輩としては先輩に誘われたらまあ断らないよね、うん、おごってくれるし基本的には、うん、その吉本のしきたりがある中、うん、小沢無限大ホールに行って9人の後輩に断られてんだこと。そうだよ。そんなことあるね。みんな俺聞いたことないよ。俺飯行こうって言ったら、いやごめんなさい。だってこの吉本の中にいて9人の後輩に断られるってこともまずすごいしありえないし、9人の後輩に断られてるのにそれでも帰ろうとしない小沢もすごいよ。いやすごいでしょ。すごいでしょやっぱ。あとちょっと俺一個、その俺の行きたいのに言ったらちょっと納得できないこと一個あるわ。何ですか。なんか小沢が2人でこうちょっとネタ合わせしようかとか、うん、ちょっと話するかみたいな集まった時に、うん、パフェとかケーキとかがさメインみたいなカフェにさ入ってさ、うん、ここだからって言われて、うん、俺行って、うん、俺スイーツ好きじゃん、はい、俺スイーツそれはパフェとか有名だからさ頼むじゃん、うん、なのにああいう店行って、うん、なんかパフェ頼まないのマジやめてる。いやいやいや知らん。いや絶対スイーツ頼むマジで。だけど俺はその時いつも頭よぎるもん、うん、これ後輩と来てたら小沢パフェ食べてんのかな。食べるか。それを考えるとすごい寂しい気持ちになる。なんで食べてないです。俺の時はパフェ一緒に食べてくんないんだ。食べてない。後輩の時は食べてるんだろうなって。その時の俺の気持ちは、うん、あのかつて元彼にひどい振られ方された女の子と一緒だもん。よぎっちゃう頭を。やめてよこの感じでさ。パリピだって言っててさこの感じのやつにそこまで思いの頭よぎっちゃうもん俺それは。ちょっとで、あの伊地さんさたまにとは言っても俺がケーキ食べるときあるじゃん。あるよ。あ俺ケーキ食べようかなって言ってメニュー見てると、うん、嬉しそうな顔で。いや嬉しそうにしてるよ。何頼むのかめちゃくちゃ気にしてんのやめてくれない。いやあれもそれは気になるし、あと大体チョコレートケーキ頼むのやめてない。いやそう。いやいやめてない。いいじゃん別に。もうどこ行ってもチョコレートケーキみたいな気やめて。その、いやな、じゃあその伊地さんの目を気にして俺甘いもん食べなきゃいけないのも嫌だし。やっぱすごいチョコ好きなの分かんだよ、うん、いいじゃん。チョコレートケーキ好きなの分かんだけど、うん、フルーツタルトを売りにしてる店で、うん、チョコケーキ頼むのやめて。いいじゃん別に。あれはそれはあれはやめて。知らんのよ。食べたい時に食べたいもん食べんのよ。切ったもうなんだかんだ360回ハマったわ。そうよ。よし、おお、ビッグ5の化け。すごいすごい。時代が動いた。ちょっと来てますね。時代が動いてる。これ完全にいいの。こっち動かなくて。小沢さん最後ん最後こっち動かなくていいの。あと1時間。俺はずっと言ってるけど。何そんなに隣で打ってほしいの。そうなってきたらいいよじゃん。そう言われると思ったし今ちょっと。そのさっきの話の流れで。そうなんか話の流れでさそう言ってくんのかなと思ったし今。じゃあもう そんな感じで伊地さんが言うなら。いややばいんだって。
あの俺らの普通の見た目だったらいいけど、うん、俺らのこの見た目の2人で、うん、ボーイズラブだったらもういよいよなんだって思う、うん、いよいよやばいんだってだとしたらそんな感じ。やっぱでもそれでさ今みたいになんか小沢が変わっただなんだ言われるのもちょっと尺だから移動しません しないんかい今すごいする流れと思ってツッコミ間違い必要になった今遅れたわ今。いやでもマジでどうしようかな。でも1万1000いってんですよ。まあだからな、しかも327でしょ。そう。でも平井700の悪、あの悪夢が蘇るよ。確かに。そろそろ移動します。する？はい。これで小沢の台に誰か座って出たらおもろいけどな。いやそのパターンあるよね。伊地さん。はい。まあ移動して隣の席になりましたけど、はい、嬉しいですか？嬉しいです。嬉しいんかい。嬉しいんかい。小沢さん横に来ました。嬉しいです。おうわ嬉しさが気持ちがすごい気持ちが出たよ。ここに気持ちが伝わった。来たね。来ました。これ今5ビッグ5のバック1だからさすがによ。これでビッグだったらやばいよ。じゃあ任せますか、せっかく隣に来たんで。あ、小沢さん行きましょうか。下がんなよ勝手に。出た。運気下がんだよ。下がんな勝手に。コメントで好評だったからこれやってください。この下りが好評だったから、ま、それで言わないでください。今ポイントは15ポイントですか？そっか、まだポイント的に全然じゃん。そうなの。そうだ、19か20は取んなきゃいけないんだもんね。うん。2人で飲みに行かないみたいなこと言いますけど、はい、実際コンビって飲みには行かないじゃない2人で。まあでも2人きりで飲みには行かないじゃん。本当に仲いいコンビ以外はね。そう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 、めちゃくちゃもう仲いい。ピスタチオ2人きりで飲み行ったことが1回だけあるんだよね。沖縄1回か。そう。ああ沖縄ね。沖縄で沖縄に劇場があってね。そう。その日も劇場の終わりで2人でなぜか知らないけどパチンコ屋さん行って。ああ行ったね。そう。オキスロ打ったね。オキスロ打ってで僕だけその時は勝たしてもらって。あそうだそうだ、ご飯行こうって言ってね。うん。じゃあいいよ今回俺が勝ったから出すわなんて言ってたら、まあ、せっかくの沖縄だし一杯飲もうかって感じで一杯飲み始めたら、うんうん、やっぱこの人で俺それが行きたくない理由かもしれない。なになになに。でも飲み始めたら伊地知さんスイッチ入っちゃってさ、うんうん、せっかくの沖縄なんだからキャバクラ連れてけって言ってさ、そう、あったね、相方さんにさキャバクラ連れ回してさで俺が全部支払いも俺がしてさ、はい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 、でなんかキャバクラ着いたら伊地知さんすごい楽しそうにさ、お仕事何されてるんですかとか言って、なんか大工です、あ海賊ですとかなんかボケ始めてさ海賊って言ってたな。そう海賊ですって言うからさ、俺もなんかあの歌手やってますとか言ってさ変なボケ入ってな。そうでずっとまともなこと言わなかったんだ俺ね。そうでなんか海賊やってます歌手やってますみたいなでちょっと盛り上がってきて、伊地知さんがえどんな感じのジャンルの歌歌ってるんですかって言うから、うん、ボサノバって言ったらめちゃくちゃ滑ったんだよそうそうそう、そこまで嘘つきまくってまあまあいい感じ受けてたのに、まあ、そう何のどういう系のジャンル歌ってるんですか、うん、ボサノバ、ボサノバ振りかぶった瞬間スーン、うん、酔い覚めちゃったもんあったな、うん、それもうトラウマになっちゃった。行ったなコンビで。行きましたよ。でも後輩が言ってたよ。なんて、俺は昔の話だけども 4,5,3,4 年かな前の話かな、うん、後輩芸人たちと、うん、あとスタッフさんとか、うん、みんなで飯行って、うん、その後じゃあ一軒だけちょっと夜のお店行きますかなんつって、はいはい、キャバクラかなんか行ったみたいなのね小沢が、うん、でその後輩が、うんこっち側の席にいて、うん、あの小沢が反対側の席にいて、なんかめちゃくちゃ広い、うん、10人ぐらいいるから、うんうん、この女の子もつくわけだからさ、うん、でも結構だから遠かったなって小沢とその後輩の席が、はい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 、で小沢さんどうしてんのかなと思って結構酒入ってきて、うん、パッと小沢の方を見たら、うん、遠いから何喋ってる子は聞こえないんだけど、うん、思いっきり首立てて言ってたから絶対白目向いてましたよって言ってそれはもう本当勘違いしてもらっちゃ困る何よ何よ
そんなもんさ、うん、キャバクラだよ、うん、するに決まってるじゃん。いやするんかい、ね、するんかい。当たり前じゃん、そんなもん。そのちょっとネタを安売りしてさ、うん、チヤホヤされ落ちるのやめてって。当たり前よ、小沢。そんなもん俺なんか白目向かなきゃ何の価値もないんだから。当たり前じゃん、そんなもん。せめてあれだよね、何のやってやってみたいなノリで言われてやったんだよね。まさか自分からやってないよね。そんなもんさ、僕が女の子に好きな食べ物なにって聞いてドラムロールから入ってるに決まってるじゃん。自分で食うのやめてって、小沢。自分で女の子にさ、うん、自分のネタ踏んでやめてって、マジで。せめて振られてやるならわかるけど、好きな食べ物とか何ドゥルルルバンって言ってところから始まってるから、うん、やめて。で、どういうことだから、そいつは何なの、首立てに振ったとこしか後輩見てないけど、 その前に横に振ってる時あったの。もちろんもちろん、やめてよ。もちろん言わせてもらいますけど、伊地さんキャバクラ行ったら白目向かないんですか。俺、うん、だから俺は、うん、だからその2015年に結構こうバッて出させてもらって、うん、2018年ぐらいかな、うん、テレビ少なくなってあんま出なくなってきたぐらいの頃、うん、六本木のキャバクラで、うん、みんなでいた時に、うん、じゃあちょっと伊地ちゃん挨拶してよみたいな感じ言われて、うん、俺が、グラス持って、うん、2015年16年これで大盛り上がりだったから、はいはい、シンプルに、うん、それでは皆さんもグラスを片手にいただきますって白目向いたら、うん、座った瞬間キャバ嬢よ、接客しなきゃいけないキャバ嬢に、ねえねえそれやってるだけじゃダメだよって言われたんだろう。結局そんなことあるね。そんなその盛り上げて笑うはずの職業のキャバ嬢にそんなダメ出しされることあるもん。作家さんだったのかな。てかもうこんな喋りばっかじゃ全然当たんないじゃんね。いや全然なのよ。この話しだしが全然当たんないやん。もう時間もまあまあちょっとね、30分ぐらいしかないから、30分ぐらい結構きついね、小沢さん。きつい。ちょっとシーズン2の幸先が、おお、はい、嬉しいよね、これはね。俺が押したらバケでしょ。バケかい、バケかい。俺が押したらでもバケでした。ポイントがやばいよね、結構。いや、やばいやばい。まだ16だから、あと4、4ビッグ2回だね。ビッグ2回。あとあのひょっこりはんも見せたいし。 おー、ビッグ頼む。これビッグ来そう。ビッグお願いします。よし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 。素晴らしい。早い早い早い。6回転。小沢さんマジこんな初めてじゃない、ここまで。うん、初めて。ちょっとそろそろかわいそうだもんでしょ。俺シーズン1の初期の頃の伊地さんってこういう気持ちだったんだなって思って。これ毎回よ、これ来たくなくなるでしょ、これ、うん、毎回これだから。うん、喋ることなくなるよ。本当に。いやちょっと俺もさすがにかわいそうだわ、この投資も言ってるしな。だってさっきの台から言ったら、うん、もう500回してるからね、合わせて。そうね、そうね。こうなってくるとマジで台移動しなかった方がよかったってなっちゃうね。マジでいじのせ。二度と飲みになんか行かない。こんなやつと。いやそれ前からや。前から行く気ないじゃん、それは。やっぱり言うこと聞いてたらろくなこと起きないんだ。ひどいよ、ひどいよね。でも本当にさすがにちょっとかわいそう、出てほしい最後に。ちょっとね、 2,3 連してあげたい。うん、お願いしますよ。俺でも初めてかもしんない。何？このエトスパトスロゴスで、うん、自分ちょっと光んなくていいから小沢光ってあげてくれって。あら、確かに。その小沢も光ってあげてくれは全然思ったことあるけど、うん、自分光んなくていいから小沢光ってくれるのは初めての感情かもしれない。だって実は投資1000円ですもんね。1000円だ。もうだってあと30分だから、もう、もう確定ですよ。自分がもうプラス負けのことはないから、うん、やっぱあれだな、開いては生配信で店長が調子に乗るようなやつだからな。やめてください、店のディスはね。店ディスやめてください、小沢さん。いや店のディスはしてないけど、店長はディスってます。店長のディスね。うん、
あんなやつだからな。やめてください小田さん。あんなやつっていう言い方やめてください小田さん。今でちょうど2です。だここで出てほしい。小田さん、もうちょっとで、うん、台移動したじゃん、うん、合わせ平井700行くよね。合わせでもうちょっとで今2台合わせたら630行ってますから。おお、逃れた逃れた。頼む、これはビッグ来てくれ。これはビッグ来てくれよ。これはビッグだぞ小田は。これはつらい、これはかわいそう。ここの化けはつらい。皆さんやめてください。明日見るのやめてくださいね。明日これビッグか化け気持ち違うよな、うん、全然決めてたんですよ。次の1回が化けだったら、うん、シーズン2一発目の化けクイズは絶対俺から決めてたの、うん。ちょっと今もうバケクイズをやる気力すらないのでやめておきます。やんないんかい。すいません、やめてたの。人の気力を紛らわすためのバケクイズなのにそれすらできなくなっちゃった、うん、はい。まあやっときましょうかね。やっときます。バケクイズでいきましょう、うん、2月ということなので説明はいいですか。バケクイズの、あるフレーズをバケっていう言葉にして、言ってます。そのフレーズは何でしょう。当てればいいですね、うん、はい、行きましょう。はい、急に呼び出してごめんなさい。私頑張って作ったんでこのバケ受け取ってください。チョコ。はい、正解。簡単すぎんだよね。え、いい加減にしてね。え、もうちょっとね、卒業のシーズンだからね、うん、告白とか迷ったけど、うん、ばっかりやすぎる。おお、来たぞ。これは嬉しい。来たぞ。これは頼むぞ。これビッグ来いよ。よし、おめでとう。小沢、心の底からおめでとうを捧げる君に。ありがとう、ありがとうございます。これは俺も嬉しい。でもあと例えばだけど、うん、パンパンパンって3回連続で光ってビッグだったらトントンぐらい。あら、えだ、3回連続光ったらトントンよって言うけど、3回連続光らせるのはかなり難しいからね。え、嘘。ジャグラーを知ってる。歌ことある。ジャグラーあるよ。3回連続でまあまあもちろん分かってるはずじゃん。でももうそこに期待するしかないんだから。それ言ったらもう全部そうだね。そんな現実突きつけなくていいじゃん。そうだよ小沢、頑張ろうね。いやだけどびっくりじゃん。でもそれ言ったらもう全部そうじゃんってなっちゃったから今。ほら、お、すげえすげえ。ほら、すごい。これびっくりだ。すごいよ。ほら、あるあるよ。あるあるあるぞ小沢。あるよあるよ小沢。まだマジであと1回やっちゃったら結構か、まあまあ、神回じゃない。まあまあ取り戻しちゃうよ、うん、やっぱ開いてこうなんですね。いや、さっきまでバカにしたじゃん。さあ、あと10分でございます。あと10分まだ2回、3回いけるよ。あるぞ。2回いける。あるぞ。頑張れば。ちょっとね、伊地さん後半ちょっとおとなしいから。そうだね、うん、本当前半の貯金でやってるよずっと。そう、いやでもすごい貯金を切り崩しながらなんとか生活してる感じよ、うん、まさに今のピスタチオと一緒。状況的にはそうだね、うん、ギリギリのところでやらせてもらってますね。白目貯金を切り崩しながらギリギリのところで、はい、生活してる。おおい、しかも見て、これよ、最後にこの輝き眩しいもんね。眩しい、本当に。お願いします。今のピスタチオだよって話した時にこの光が来るってことは、うん、今年輝けるかもしれない。最高です。最高です。ありがとう。音楽違うもん。ほらいいです。いいね、聞かせます。100までにね、光らせたいな。もう一回、もう一回、小沢もう一回くらいだいぶ取り戻すでしょ。いや、そうよ。気持ち的には勝ったぐらいの気持ちで帰るよ、あと一回来たらね。いや、ほんとそうだよ。今までになかった大逆転劇見せれるんじゃないの。でもここでもう一回引いたら、うん、俺とは違うよ。俺は引かないから。確かに俺は引けないから、そういう時。なるほどな。引いてやっぱ小沢の視
ター性を見せますよ。ここで弾けたら違うよ。はい、ただ残念だけど、うん、このエトツパトツロコスの視聴者からしたら、うん、弾かない方が受けはいいよ。複雑よこれは。だから、私ですね、そういうのは全くもって気にしませんので、うん、純粋に弾きたい。はい、容赦なく弾かせていただきます。私の目的はただ一つ、光らすだけ。はい、こっちがいけない、そういうこと言ってるから。視聴者さんの敵に回しがこういうことなんですよ。素晴らしい、素晴らしい。もう俺視聴者の味方につけて、一回あんだけ負けを込むことで。なるほどね。まあ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 、全然全然、全然これはもう全然いいよ。おまけみたいなもんだからこれは。素晴らしい。ひょっこりはん見せたいな、ひょっこりはん。ねえねえ、オルレイ、ウェーイ、オルレイ、ビッグ、ここビッグ欲しい。あー、まあ、結果いい。最後ビッグ欲しかったな。確かに。というわけで終了でございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。実戦が終わりまして、はい、さあ結果の方をねちょっと聞いて、はい、いきたいんですけども、はい、私の方がですね、はい、ビッグが、3回バケ2回の合計8ポイントでございました。8ポイント、はい、なかなかちょっと苦しかったですけども、最後追い上げて、まあ、でもまだ良かったね。ちょっと出て最後まだね良かった。何もない状態じゃなかったから次に繋がる。まだ本当にもうあの気絶してたかもしれない。もう記憶ないでしょ。記憶ない、そうなっちゃう、正直言うと。怖いよねだからね、うん、俺も本当記憶ないで結構あるもん。ほんでそのオンエア見て、うん、あこんなこと喋ったんだっていうの結構あるから、うん、だからもう本当にねこのエンディングで俺一言も喋んねえだろうかなと思いながら途中言ってたんだけど、最後よかったね。なんとかねこう取り返したんで、よかちょっと流せたからね。はい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 、実際どうだったんですか。僕はねビッグ7のバケ5でポイント19ということで、素晴らしい。これはもうバラシーです。これはバラシー、これバラシーです。バラシー、あら、あ素晴らしいです、はい、すみません。いいですね、やっぱ伊地さんの乗ってる時のわけわかんない伊地地語が出てくるということで、もう今日喋ってことは鮮明に覚えてますから僕も。あら本当に今日もずっと気を確かに打ってますから。素晴らしいですよ、こんな平常心で言ったら久しぶりですよ。うん、でちなみにですけどポイントだから2人足して27ポイント、もう2店舗なんで1店舗目の目標を優にクリアしてるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。でまあ言ってしまえばもう投資もね伊地さんはそうです。いくらですか。1000ということで、素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしいですよ。素晴らしいです。ありがとうございます。もうだから私も後半のこの勢い持って、伊地さんもこのままの勢いで2店舗目行きましょう、早速。はい。はい、もう本当にもうこれも帰っていいんじゃないかっていうぐらいの気持ちですから。一応ね、ごめんなさい。喫煙者はそうなんだけど、一応行かないといけないというお仕事でございますので。わかりました。はい、というわけでですね、ピスタチオのスパトスロゴス、このまま2店舗目行きたいと思うんですけども、皆さんチャンネル登録と、コメント、そして、いいね。評価ですね、はい、グッド評価、ぜひぜひそちらの方もお願いいたします。コメント楽しみにしますので全部見てます。お願いします。はい、というわけで2店舗も行きましょうか。はい、はい、それではまた来週見てね。